私たちは常日頃美容を通してお客様に、社会福祉の一環として、福島に元気をと思って企画いたしました。この企画は、青年部福島県美容組合の青年部が主に、行っております。このイベントを通して福島の人が美しい福島、それを皆さんで取り戻して元気よく、そして明るい福島県になればと思って企画をさせていただきました。本日の会場になっております。では会場にどうぞ。先ほどですね、理事長が話されてました将来美容師になりたいという方を体験していただくコーナーです。ただいまメイクの体験をしてあげているところですね。エクステンションといいまして、付け髪ですね。こちら人形に付けるのを体験していただくのと、実際に付けてあげる体験をしています。こちらはパーマをかけるロットを巻く作業を実際に体験していただこうというコーナーです。こちらハンドマッサージのコーナーですね。こちらはですね、社会福祉を体験していただいて、こちら1人100円ぐらいの募金をいただきまして、こちら震災で亡くなった方に、震災孤児の方ですね、券を通して送りたいと思っております。つけまつげのコーナーですね。今日準備したのが100セット準備したんですけども、さっきまだ買い足しに100行ってきました。そのぐらい今日は来ていただいて本当にありがとうございます。福島県の美容室から、来ました。今日は、皆さんが少しでもまたさらに頑張っていただけるように、みんなで協力して、皆さんの笑顔が見れることを、ちょっと楽しみに、してこれからも、頑張っていきましょう。福島はみんなで元気でやっております。どうぞ福島に皆さんおいてください。